それでは浅尾環境大臣の閣僚記者会見を始めます。本日は冒頭の大臣からのご発言ございませんので、早速質問の方に入りたいと思います。まず幹事社の日経新聞大高さん、お願いします。日経新聞の大高です。よろしくお願いします。 COP29 に関連して1点質問させていただきます。いろんな国際機関が産業 革命前と比べて世界の平均気温 1.5 度以上になるのはほぼ確実だというようなことを発表しておりますが、そうしたこう現実を目の当たりにする中で、COP を迎える意義をちょっと改めてお聞かせください。はい、ありがとうございます。おはようございます。さまざまな機関が今おっしゃったようなことを発表していることは承知をしております。例えば欧州の気象情報機関であるコペルニクス気候変動サービスが世界の平均気温が工業化以前から比べてですね 1.5 度を超える見込みを示したということは承知をしております。気温の上昇は温室効果ガスの排出に伴う人為的な影響に加えてエルニーニョ現象などの自然的な要因による年々の変動もあり、中長期的な傾向を確認する必要があります。このため今年の状況のみでパリ協定の 1.5 度を超過したと 1.5 度目標を超過したとは言えないものの、危機感をしっかりと持ってですね、受け止めているということを申し添えたいと思います。そうした中、昨日からですね、アゼルバイジャンにおいて、COP29 が開幕いたしました。我が国としては、気候資金緩和対策、パリ協定第6条などのさまざまな議題について気候変動対策を前進させる成果が得られるよう積極的に国際交渉をリードしてまいりたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。それでは、その他のご質問に入りたいと思います。挙手いただけましたら指名いたしますので、社名とお名前をおっしゃった上でご質問いただければと思います。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあエネルギージャーナル清水さん、お願いします。エネルギーと環境、エネルギージャーナリストの清水です。トランプ大その新しいトランプ大統領になるって、パリ協定脱退というようなことも取り沙汰されてますが、一つ目で伺いたいのはやっぱり日米の環境協力をもっとそのスケールアップしてね、トランプさんは多国間協力みたいなのはどうもその嫌っているというようなこともあるんで、日米でその仮に脱退というようなこと、パリ協定脱退というようなことがあれば、やっぱりそれを補完する意味でね、やっぱり日本はそこでリーダーシップを発揮して対応していく、そしてそれをその日米の環境協力協定のボトムアップにつなげて、ある意味でまあ日米のウィンウィンの関係をね、防衛問題だけじゃなくて環境もやっていく意味があると思うんですけども、来週ですかな、閣僚級会合に出席される浅尾大臣としてはどうですか、そういう、思いというか認識というかね、方針というか。トランプ新政権の発足そのものは来年ということであります。で、さまざまな発言をしていることはもちろん承知しておりますし、当然そのアメリカもですね、しっかりと国際的な枠組みの中で、入って活動してもらえるということに向けてですね、さまざま世界各国が日本も含めて働きかけをしていくということになろうかというふうに思いますけれども、そういう中でですね、先般も申し上げましたけど、アメリカの国内においてはさまざまな州政府のレベルにおいてはさまざまな活動も行われておりますし、またいろんな意味での今ご指摘の中でアメリカが持っている技術というのもですね、それを活用することが結果としてアメリカの経済にとってもプラスだということはトランプ政権においても認識をされてもらえるのではないかなというふうには考えております。その引き金としては日本も
そのパリ協定の 1.5°C 目標に、いわば合致するというか、そこに到達できる削減目標というか、削減のやっぱり、ポテンシャルをね、やっぱりその世界に向けて発信していくということが大事だと思うんですけど、どうですか、その辺。ご承知の通り、日本は2030年の 46% 削減については、しっかりとそのオントラックで、実現できておりますし、それをさらに、野心的に、かさ上げをしていこうといったことも努力をしているところであります。したがってですね、日本としては、しっかりと日本としてやるべきことは当然やっていくということになっていくというふうに考えています。やめますけども、最後に石破首相が方針、この間ご自分の考えをで、災害対策本部防災庁設置を事務局を作ったようですけども、やっぱりどうも石破首相はね、まだ環境も温暖化対策に対する認識が甘いんじゃないかと。防災庁を設置するだけじゃなくて、防災庁のやっぱり所掌について、環境省の所掌している温暖化対策とか適応対策とか、そういうものもきっちり、入れ込んでね、ある意味でその防災庁と環境省はペアになってやる必要があると思うんですけども、そういうことを首相に進言されるようなお考えないですか。環境省ではですね、災害が起きた際の、廃棄物の適正かつ円滑迅速処理などに対応してきたことはご案内の通りだと思いますし、今後その防災庁設置で政府の中でさまざまな議論があると思いますけれども、今ご指摘なことも踏まえてですね、これまで環境省が果たしてきた役割などもしっかりと政府の議論の中でですね、発言し、しっかりとより良い形にしていくべく貢献していきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。はい、それでは、読売新聞小玉さんお願いします。はい、読売新聞です。女川、原発の関連でお伺いしたいんですけれども、昨日ですかね、2号機で起きた機器のトラブルについてナットの緩みが原因だったというふうな発表がありました。こちらについての大臣の説明お伺いできますでしょうか。昨日の報道は承知しておりますけれども、この現状についてはその報道を承知しているということでございます。ありがとうございます。はい、他に、お質問のある方いらっしゃいますでしょうか。なければこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。